はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間ですよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報や現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポート、そしてカマコとクマコのどこまで行くののコーナーなどなど、盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお届けするバナナ TV 総合案内番組です。できた。はい、ね、嘘ついた。はい、今日も嘘ついた。潜入レポートそろそろね、しましょうか。で出てきますよね。出てきます ね。あ、そうですね。そうです。しましたよね。しましたよね。しましたよね。ね。はい、はい、間もなく。ね、何と思ってるんですか。間もなく公開。なるほど。ねえ。はい。楽しみですね。楽しみですね。ね、はい。はい。最近、もうね、いろいろ、はい、世間にぎわっておりますが、はい、いろんな出来事が、いろんな出来事が、政治、政治、社会、社会、なんでそこ、そこ不政治なんですか。消されます、なんかそれ言ったら消される内容でしたね。消されますね。言っちゃいますね、はい、いろいろね、うん、なことがね、はい、勃発しておりますが、勃発しておりますね。今日は、はあ、その中でもそんな話していきましょうかね、うん、はい、うん、ある出来事を何ですか。今、まあまあまあ、今世の中を賑わしているある出来事を、ある賑わしてますけど、なんかこの CM の後にお送りしたいと思います。あ、そうなんですね。はい、じゃあ CM 行くということですね。はい、はい、本当にいいですか。行っちゃいましょう。こちらご覧ください。どうぞ。番組の途中ですがニュースをお送りします。開局3周年記念企画春のキャンペーンを開催。期間限定5月31日まで大募集。リクエストの多かった毎月1週放送の番組を月額2万2000円からスタートできる枠がついに登場。さらに同時企画、実際の収録現場で学ぶシャナナメディアカレッジ入門生をいよいよ募集開始しました。各お申し込み詳細はホームページにて。はい、お帰りなさい。なんかオープニングバタバタしてましたね。なんか何喋るか決めてなかったみたいな、ね、感じがしましたね。みたいな感じがしましたね。あくまでみたいなですよね。はい。はい、オープニングでお送りしましたが結構わかりました。僕はちょっとのんびりしてるからちょっと間ができるんですよね。今日世の中を賑わしております。はい、あるニュース、あるニュースちょっとびっくりしましたの。でもね、いやびっくりしましたっていうか、でもね、僕はねすごく悲しいんです。まあね、どこまで引っ張るかっていう話ですけどね、うん、はい、めっちゃ悲しいんですよね。それは何が悲しかったんですか。あの、やっぱりあのね、皆さん悲しくないですか、秀樹ね、秀樹さん、西城秀樹さんが、あの西城秀樹さんが、そうなんですよ。あのね、僕多分ね、今まで一回も言ったことないと思うんですけど、うん、一番日本で尊敬する歌手って西城秀樹さんだったんですよ。うん、ね、まあ一応あのご存知ない方のために、はい、ああそう、話をしてるんだと。西城秀樹さんがお亡くなりになりまして、63歳、63歳、はい、でお亡くなりになりまして、心不全ね。そうなんですね、最後はね、脳梗塞もね、闘病されてて、リハビリして、ね、リハビリ最後までやらせてやってらっしゃったらしいんですけど、うんうん、まあ本当にね、なんかスーパースターですよ。スーパースターですよ。だってあの人がきっかけで、あの人を目指して、うんうん、あの歌手になられた方っていっぱいいらっしゃるんですね。いっぱいいると思います、うん、本当にあのやっぱりね、あの、まあ、歌唱方法もそうなんですけど、うん、やっぱあの人が成し遂げたことってやっぱね、今のその日本の音楽芸能に与えてる影響って計り知れないですよね。すっごいんですよね。まあ僕はね、いつから実はね、結構その、いわゆるその新御三家って呼ばれて、あの野口さん、それからね、西条さん、郷さんの3人で新御三家って言われた、なんかいわゆるそのアイドルっぽくやられた時よりも、もうちょっとその熟して、僕がね高校か大学ぐらいの時に、あのテレビでね、まあ言ったらその出てはったんですけど、まあ正直ちょっと地方のそんな大きくないイベントやったんですよ、はい、うん、になんかあの、まあ、音楽フェスみたいなのに出てはったんですけど、割とこうなんていうの、他の出てくる人ってやっぱり地方のイベントがちょっと手抜いてるというか、ちょっと なんていうのかな、なんかちょっとハスに構えた感じだったのに、うん、秀樹さんだけ
ドーン出てきて、うん、さあみんなって言って、うん、もうね全力投球やったんですよ、うん、この人ちょっと待って超ベテランで、で言ったら その業界の中というか芸能界の中でも言ったらもう確たるポジションを持ってある方がもうほぼね一番に近いぐらいハイテンションというか、もうなんていうんですか、もう本当にその場をその盛り上げようっていう気持ちもうすごい伝わってきたんですよ。もう皆さんに楽しんでもらおうみたいなのがすごいひしひし伝わってきて、この人すげーって思ったのが、実はその時に初めて西城秀樹さんの凄さを知ったっていう感じだったので、ちょっとね遅れてからなんですよ僕秀樹さんの凄さを知ったのって。でもそこからやっぱりね、あの歌手たるやというか、ね、舞台に立つ人間たるものはやっぱそういうなんていうんですかね、気持ちを絶対忘れたらあかんっていうのをあのやっぱりね、思い出すんですよね秀樹さんのことをね。やっぱり全力でやらなあかんし、どんなイベントだろうが、そのお客さんが何人だろうが、誰が見に来てようが、そんな関係なく楽しんでもらおうっていう気持ちっていうのはものすごかったんですよね。しかも大ベテランでスーパースターの方がそういう日々新たな気持ちでやられてるってね、すっげえなと思いました。なんか今までというかそれまでの感って結構グループサウンドとか、はい、結構しっとり聴かせるっていう歌が多かったそうなんですね、うん、ああそうなんです ね、うん、でそこから、うん、あの新しい世界観 その絶叫して歌うっていう、はいはい、新しい、はい、言ったらジャンルじゃないけれども、ね、みたいなものを生み出してドーンといかれたっていうの で、ね、今そういう情報とかも目にするんですけど、うん、でそこから慎吾さんってなって、うん、であの番組出てたじゃないですかずっと、はい、コントみたいな、はいはい、カップラキンですよ ね、あれとかでも、うん、なんか体悪くしてる時でもコルセットしてでも、うん、なんか取組合いのシーンとかやったりとか、まあ、手抜かない方なんですね。手抜かない方なんですよね。からあれちゃいます、あの結構こういう風にこう路線で行こうとかっていうのって、その最初の頃はね頭にあるけど、うん、ずっと繰り返してるうちにそれが当たり前になったりとかするけど、西条さんの場合は、それをちゃんと常に持ってたんですよね。持ってはったんですよ ねから常に全力投球で行かれてたんですよね。そうなんですよね。もうほんまね涙ってそうでしたもんね。それ見てあまりの感動に、すげえなーと思ったね。でね歌唱方法で言っても言ったらまあ日本にロックを持ち込んだに近いレベルの人なんで、やっぱりねあのまあ秀樹さん の独特の歌唱法あるじゃないですか、あのあうすってあの、ね、あのこれ名前出してまあ大丈夫だと思うんですけど、あの歌唱法からやっぱり影響を受けてる日本のロックミュージシャンってやっぱ多いんですよね。氷室京介さんとかもやっぱりうーんってこう鼻にこうかけて音を鳴らすっていう、そのまあ僕も実はあの歌のレッスンをやるときにその歌唱法っていうのがあの絵のね秀樹唱法って言って、秀樹歌唱法って言ってもう代名詞にするぐらい、まあ、日本で一番最初に始めたのはあの人なので、あの歌唱法というかあの言ったらその音の出し方っていうのを、お名前を使わせていただいてるぐらいその代表的な、もちろん氷室京介さん、その後で言うとビーズだったりとかね、当時出てきたティーンだとかワンとかあの辺とかもやっぱりね秀樹さんの歌唱法の影響を受けた人のまた影響を受けみたいな形になってて、今もやっぱりあの歌唱法の人いるんですけど、やっぱりその元祖を作ったのはあの方なんですよね。そういう意味でもすごいですし、ボーカリストとしてもやっぱすごいんですよ。でね、突然その脳梗塞になって2回されて、はい、でそれでも何度も復帰を目指してリハビリできたの で、ね、家族のためだったって、あおっしゃってるんですね、あやっぱ素晴らしい方です ね、家族をすごい大切にされてたとか、あそうなんです、だからねあの60歳 の、あの記念 の、あのライブみたいなのされてるシーンをちょっと見かけたんですけど、その時でもやっぱりねいろいろちょっと残ってはいるんですね、後遺症が。だから完全に動くのは難しいと思うんですけど、それでもちゃんと YMC やってらっしゃいました。素晴らしい、もうほんますごいですね。からどん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 そうやって、
あの歴史を刻んで惜しまれる方の方が先に行かれてしまうっていうのがちょっとね、うんうん、そうなんですよ。なんかねここ最近僕が好きなアーティストがどんどんなくなってて、もうなんでってよくね、そうなんですよ、なってますもんね。この間もプリンスなくなったでしょ、うんうん、その前はねアリーヤとかね、その TLC のリサとかね、もう好きな人がどんどんなくなっていって、僕は悲しくてしょうがないです。今回は本当に分かんないですけど、うん、そういうのどうなのか分かんないですけど、やっぱりいろんなことに全力投球して、うん、あの一瞬一瞬に全力を注いでる人って、うん、やっぱり短命になったりとかするんですかね。するんですかね、本当ね、うん、惜しい人ほど本当早く亡くなりますよね。ねえ、うん、どうしよう、私すっごい長生きしたろ、気抜いとったやろ僕ね、あの自分で予言してますけど、僕140歳ぐらいまで生きるんで伸びましたね、130言ってたのよ。135歳まで元気に暮らして、なるほど、ね、うん、いつ亡くなるのは、うん、まあ140歳、自分で亡くなる言うてもね、死ぬのは140歳ぐらい、程よく、じゃあいつも手抜きながらそうですね、あまり惜しまれずに生きようと、ね、いいのか悪いのかね、ね、はい、そんな感じで、ね、まあでも本当に、うん、あのね、惜しい方を亡くされましたけれども、うん、はい、ね、ね、本当にご冥福をお祈りしたいと思います、うん、はい、ということで、はい、続きましては、はい、もう急にガラッと変わりますけど、変わりますね、ネタガラッと変わりますね、まだ変わった内容聞いてないですけど、はい、もうね、急にこの寒くなったり暑くなったりすっごい激しいじゃないですか。そうですね、季節の変化ね。この収録してる時も、うん、今日とかが28度、9度ぐらいまで行くんですって、この寒さが。そんなに上がるんですね。でも、うん、翌日の最高気温、20度いかないかもしれないとか言ってるぐらい。10度差が起こる。ってぐらい、もうね、なったりするんですけど、うん、この暑くなった時期、うん、雨降ったりとかして、急に暑くなったりとかすると、うんうん、もうすでに、蚊が、蚊発生しております。モスキートですね、はい、蚊ですね、はい、蚊が発生しております、はい、はい、そこで、うん、蚊をね、うん、できるだけ自分の付近だけでも発生させないようにっていうお話を、あ、その前にいいですか、うん、髪の毛切ったんですけどっていうのを忘れてます、ね、はい、どうでもいいです、すいません、はい、あの髪の毛を切った局長とともに進めていきたいと思います、何の話でしたっけ。蚊ですわ。蚊ですか。蚊ですわ、はいはいはい、蚊なんですけど、はい、あのいろいろね、蚊のね、成長していく過程というか、はい、環境だったりっていうのをちょっと調べてみたんですけれども、はい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 、蚊の幼虫、うん、ボウフラはご存知ですかね。ボウフラね、わかりますよ、うん、は水中で育つため蚊の発生には一定量の水が必要です、はい、近くに池などの水源だけではなく、うん、雨水により生じた、うん、水たまりなどで蚊は繁殖します。あ、そうやんね、うん、まあ、もうご存知のことですよね、はい、で蚊が発生するのは、うん、暖かい時期になってまとまって雨が降った後、あ、なので今も条件的には結構雨続いたじゃないですか。そうか、で急にコーンとたあの体温じゃないや、うん、気温上がったでしょ、うん、それで水たまりとかでボウフラちゃんがあのモニ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 蚊が育つのに適した状況が、もう早くも出来上がってる、出来上がってしまった。梅雨がなるほどね。そうから、もうすでに、うん、5月にして蚊が出ていると、うん、あ、いうことでございまして、早いですね、うん、でね、この、ボウフラが湧くのが、バケツとか、うん、金魚鉢とか水槽、うん、フルタイヤ、うん、内側に水が溜まった、あー、大きい野ざらしのやつですね。そう、うん、とか、飼い犬の飲み水、うん、だからこれは必ず毎日変えてあげてください。変えてあげるとダメですね、うん、で、ちゃんと洗ってあげてくださいね。洗ってあげてくださいて、うん、とか、あと鉢植えの敷皿、鉢植えの敷、あー、なるほどなるほど、どれか流れていかない、鉢の下に敷いてるお皿ね、とかに、あの繁殖しやすい、あ、ですけど、それだけではなくって、うん、ペットボトル蓋あるでしょ、はい、あれがペンって捨ててあって、それ上向いてる、うん、だけでもすげえ生命力ですね、とかね、あとはね、うん、ちょっとあの大きめの葉っぱがカールしてるやつあるでしょ、はい、あれがちょっと あって、そこに水が溜まってても宇宙ですね。そうなんですよ、だから、本当に少量の水でも、うん、あのボウフラ発生しちゃうんですよ。へえ、でもね、ペットボトルのね、うん、この蓋とかね、うん、どこから来るんですか、ボウフラの。どこから来るんでしょうね。空気中漂ってるんですか。いや、蚊、ほんまですね。ね、それ、蚊が飛んでるわけじゃないですもんね。うん、あ、そこ調べてください。忘れましたね。
まあでも多分編集の時に誰か調べてここに出してくれてるんちゃうかな、ね、とは思うんですけどね。私だな、ね、出してくれてるんちゃうかな、うん、ね、でね、蚊の成長過程が卵からボウフラ、うん、でさなぎ成長、うんうん、ってなってきます。はいはいはい、はい、うん、でこの期間がね、さなぎもあるんですか。さなぎもあるんですって。卵から成長になるまでの期間って2週間ぐらいなんですよ。2週間で2週間でもむにょ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 っていうボウフラがこうカレーにプイーンって羽ばたくわけ、羽ばたくまで2週間でいっちゃうんですって。2週間ってすごいですね、うん、へー、なんですって。へー、で、ね、卵は水面近くの、うん、あの壁側っていうんですか、はい、例えばこのペットボトルだったらペットボトルの縁、はい、うん、とかについてたりとかするんですって、うんうん、だから一回ね、うん、あの卵こちらのお写真なんですけど、うん、はい、卵これはへばりついてる状態じゃないのでちょっと分かりやすくこのお写真にしてるんですけ ど、こういうつぶつぶが、うん、あの端っこについてたりとかしないか、したら必ずそうね、洗って、綺麗に洗って、うん、流しましょう。なるほどなるほど、うん、で、うん、あとボウフラがこちらのお写真ですね。ボウフラ、はい、こんな感じですね、はい、まあ、ご存知の方はご存知、ニョポ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 ニョってね、うん、で、ボウフラが蚊になるまで、なるまで卵はもう 2,3 日で帰ります。 2,3 日で帰ってボウフラになります。水にほな 2,3 日つけといたらボウフラになる。そう、だから卵を見つけて、あ、もう明日か明後日にやろうと思ったらもうボウフラになっちゃってます、うん、へー、早いですね。からも見つけたらすぐその場で処分しましょう、うん、なるほど、うん、で、7日から10日でさなぎになって、さなぎになってからはもう3日から5日もすれば成長になるそうです。へー、すごいですね。うん、なかなかそんな早くに成長されてしまったら ね、うかうかしてたらね、うん、すぐ買わんやん、ね、そう、だからね、うん、結構あの、うん、ほら今高いマンションとかだからって安心、うん、高層マンションとかで安心してても蚊がいたりとかするじゃないですか。そうそうそう、蚊ってね、うん、そんな高くまで上がってけえへんから、うん、高いマンションだったら大丈夫って聞いてたんですけど、うん、そうでもないですよね。ベランダに、うん、例えばその何か出しっぱなしにしててそこに水が溜まっちゃうと、うん、多分湧くんですよね、うん、なるほどなるほど、うん、だからよくエレベーターと一緒に上がってきたんちゃうかって言うけど、うん、自分のところで繁殖しとるんですわ。あ、そうか、うん、ベランダとかね、うん、あの窓のね、ひさしとかね、うん、あ、水が溜まってたらそうか、そう、そこで生まれてくるわけですもんね。そう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 、あ、なるほど、知らないうちに養殖しとるんですよね。あ、そうなんですね。から、こう極力、うん、あの外に物を出しっぱなしのものは片付ける、うん、もしくはもう雨の翌日になったらそういう溜まってるものは、うん、あの流したりとかして、乾かすとか、綺麗に洗ってね、うんうん、っていうのを心がけるだけでも、うん、自分の家の窓付近のそばにいるかいないかで大きく変わってる、うん、そうですね、うん、へー、やっぱ蚊はね、うん、言うてもそんなあの人間にとってメリットあんまないですからね、うん、なんかね、蚊のね、うん、蚊刺すのってメスだけって知ってました。あ、知ってます、知ってました、うん、なんか結構有名とかって聞いたんですけど、あ、全然知らなくて、うんうん、あ、そうなんだ。言うたら卵を産むための栄養を人間から奪うわけ、血吸うたろかーってね。そうです。だからそれがないと要は卵ちゃんができないから、うん、僕らちゃんができないん で、うん、で栄養源なんですよ人間は、ね、うん、だから私らの DNA がその子供たちには、うんうん、まあ、DNA、ね、まあ、分解されてる、まあ、それで言ったら僕らあの牛肉食べたら牛になってるはずですからね。全部消化されてますそれは。昔の人みたいですよ。牛食べたら牛になるよね。そっか、ええ、なるほど、はい、ということでございました。ということでございましたね。引き続きまして、はあ、あのコーナー行ってまいりましょうか。何でしたっけ、なるほどバナナでしたっけ。もう忘れたか。今日練習してなかった。はい、もう一回いきますか、はい、せーの、なるほどバナナ、はい、のコーナーでございます。はい、はい、必ず毎回お役立ち情報、はい、おー、いや今のもお役に立ちましたよ。あ、ほんまですか、うん、じゃあダブルで今日はお届けしたいと思います。あ、思いましょう思いましょう、はい、今日はね、はあ、あの寝方、寝方、寝方のお話なんです。寝方って親方の友達かな。寝方知りません、知り合いませんわ、親方の友達。寝方、寝方、ね、睡眠の時に眠り方、どこを向いて寝るか、寝る時の姿勢ね、はい、あ、なるほどなるほど、親方、寝方じゃない、万歳じゃない、万歳じゃないですね、はいはいはい、ないです、はい、はい、寝方で、うん、今回は左向き、左向きで
ね、左向きに左を下にして寝る、寝る、うん、メリットっていうのをちょっとお届けしたい。右向いて寝てもいいんですか？ね、どうぞ。あえて左向けに寝ることのメリットをお届けします。え、右向けに寝るメリットもあるんですか？左向けに寝ることのメリットをお届けします。右もなんかあるんです。あ、知らない。 あるある。今日は左に特化してます。左に特化してるわけです、ね、左に特化。あ、右と左があって左のいいところ、はい、というのは左に寝ることのメリットが右よりも多いんですよ。あ、より本来左の方がお得なんですね。そう、お得なので、お得な方をお届けした方が喜ばれるかなと思ってなるほどね、はい、お得な情報をね、情報をお届けしてるわけですからね、はいはい、お得な左向きで左の寝方ですね。もう言ってもいいですか？すいません。いや、そこが面白くて、ごめんなさい。どうしても、ね、面白いで止まった。頭だけでね、はいはい、いつも引っ張るんだよ、ね、はい、すいません、すいません、本末は、ね、はい、はい、左向きで寝ることのメリットなんですけど、はあ、どうも、うん、その1、うん、逆流性食道炎を緩和する、うん、あ、それね、僕ね、ちょっとなりかけたんですよ。あ、本当ですか？ヴィラン性胃炎って、はい、逆食のちょっと手前のやつ、うんうん、なったことあるんで、うん、あ、ほんだそういうのは左向いた方が良かったですね。そう、うん、ちょっとこうやって漢字で言うと分かりにくいかもしれないですけど、うん、胸焼けしたりとか、ちょっと上がってくるものがあるっていう、上がって、上がるってやつですね。油もん食べた時に、はい、上がる、上がるってなる時あるでしょ、うん、超上がるみたいな、はい、上がる、はい、言ってもいいですか？はい、すいません。いいですか？はい、の時に左を向いて寝るのがおすすめなんですけども、はいはい、それはなぜかって言ったら、うんうん、E は右側に入り口があります。うん、右側に入り口がある。で、左側に出口があります。うん、左側に出口がある。はい、うん、なので、うん、右側を上にして寝ると、うん、あのほら、入り口が上になるでしょ、うんうん、だから上がってきにくくなるんです。あー、上がらない、上がらない、上がらない、はいはいはい、で逆に、うん、あの早く消化を促したいんやでしょ。早く消化を促した、胸焼けとかじゃなくて、うん、なんかもう胃が重いから早くなんか消化、うん、次の調査に行ってちょうだいみたいな、次行ってみよう、次行ってみようねのをダメだ、これはされる場合は、はい、右を下にして寝てください。え、ちゃいますよ、こっち下やったら早く行きますよ。ちゃんとあれ、胃にとどまってほしいときちゃいますよ、それは。胃や腸は左側に出口があるので、消化吸収を助けるためには右側を下にして眠ると良いのですが、ああ、なるほどね、はい、良いのです。あ、なるほどね、うん、はい、あ、だから早く消化を促すためにだからですよ、うん、あの、とっとと言ったら飽きませんのですか？分かんないです、うん、とりあえず、はあ、あの、はあ、早く消化、めっちゃさっき不安な空気が、早く消化を期待する場合は右側、はい、で、上がってくる、上がるの人は左側、うん、なるほどね、で、寝てください、はい、はい、はい、その次、はあ、もう時間ないじゃないですか、はいはい、リンパの流れを改善する、うん、リンパの流れ、はい、体の左側は重要なリンパがあり、うん、左側を捨てに眠るとリンパが排出され、うん、され、うん、されやすくなり、左下で眠るとリンパが排出されやすくなり、流れが良くなるとされています。あ、そうなんや、うん、へ、またリンパの排出だけではなく分泌を促進するという効果も期待できます。あ、そうなんですね。そして、うん、次、続きましてが、その3が血流を良くする。血流良くなるんですか？はい、これも心臓が左側にありますが、うん、はい、体の右側には大静脈、大静脈などの重要な血管がたくさんあります、うん、このため右側を下にして眠ると血管が圧迫されて血流が悪くなるので、うん、心臓のある左側をあえて下にして眠る方が良いとされています。されています、まあ、いろんな説があるそうでございます。そういう説があるんですね、うん、で、この血流を良くするに、うん、関わることで、うん、さらに安眠効果が高い。安眠効果、あ、よう寝れることですか、左下の。左右どちらか向きに眠る方が安眠効果が高いということは人それぞれかもしれませんけれども、うん、血流の流れを、うん、妨げがたいのは左を下にして眠った時、うん、なるほどなるほど、うん、で血流が良いということは体の中に栄養や酸素をしっかり届けることができるので、うん、安眠効果が高いと。あ、なるほどね、へ、はい、そしてさらには、うん、妊婦と胎児の負担を軽減する。あ、じゃあ妊娠されてる方は、うん、特に左向いて寝ると。そう、仰向けで眠ることがお腹の重さを、うん、腰や背骨を支えることになり、うん、横向きに眠ることが妊婦さんにとってはいいとされています。胎児にもいいとされています。で、妊
妊婦さんが、うん、妊婦さんは、血流を良くすることってすごく大事なんですって。あ、なるほどね、うん、血流が良いということは、うん、胎児に血液を十分送ることができるということで非常に大切ということで、うん、あ、なるほどね、はい、妊婦さんも左下をおすすめと。じゃあお得ですね、左にね。そうです、そうね、なるほどね。でその他にもいびきとか腰痛とか、あと脳のゴミ排出促進効果とかもあるみたいですね。で、そのね、うん、横向きにするのってどうしても内臓とか、うん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 、腰とかに負担がかかったりとかしたりとか、うん、ちょっとバランスが崩れたりとか、どうしても狭い、この狭い範囲に全体重をずっとかけとく状態だったりとか、いろいろデメリットもあるんですよ、うん、それをできるだけ軽減するためにも、うん、例えば抱き枕を抱えて寝ることで、抱き枕にも一緒に体重乗っけるでしょ。そしたらここだけに負担がかからなかったり。僕基本左向きの抱き枕です ね、お布団抱っこしたりとか寝たりとか、うん、あれもいいみたいな、うん、あ、なるほどね、うん、ここだけに負担がかからない。あ、なるほどなるほど、おすすめだそうです。へー、ようできてますな。はい、うん、という感じでございます。はい、ありがとうございます、はい、なんか最後の方めっちゃバタバタしましたけどね、局長が始めさせてくれた。はい、ということで、ね、この辺で時間のバランス考えてやっては、はい、CM ご覧いただきましょう。番組の途中ですがニュースをお送りします。開局3周年記念企画春のキャンペーンを開催、期間限定5月31日まで大募集。リクエストの多かった毎月1週放送の番組を月額2万2000円からスタートできる枠がついに登場。さらに同時企画、実際の収録現場で学ぶシャナナメディアカレッジ入門生をいよいよ募集開始しました。各お申し込み詳細はホームページにて。はい、おかえりなさい。いや、今最後駆け足でしたけど、すごい勉強になりましたね。ね、ぜひ、うん、あなたも日常に取り入れてみてください。ね、はい、さすが、なるほど、バナナですね。はい、ね、ということで、はい、今回もお知らせの方をお送りしたいと思います。ま、はいはい、もなく締め切り、こちら締め切り迫る、春のキャンペーン。はい、こちらの方が5月31日で締め切りということで、はい、もう今週いっぱいぐらいですよね、はい、今週いっぱいぐらいで締め切りなので、うん、早く申し込まないと、ね、はい、5月31日で終わってしまいますので、はい、お急ぎください。お急ぎください、はい、先週にもね、Q&A でいろいろご質問の方をお答えさせていただきましたけれども、はい、その他にご不明な点等ございましたら、うん、お問い合わせいただければと思います。そうですね、はい、Q&A はこの番組の最新のアーカイブが Q&A のコーナーですのでね、うん、はい、はい、ご覧ください。さい、はい、そしてどんどんお申し込みの方、うん、まずは、説明会、説明会ですね、うん、の方をいたしますので、はい、そちらの方にエントリーしていただければと思います。はい、はい、お願いしたいと思います。疲れましたね。疲れた、はい、もうさすがにこれ暑いですね。あ、もう、次から6月やからそろそろ衣替えですかね。衣替えですね。ね、うん、やっとよりピタピタのなんか汗かきそうな宇宙で肌出す、ね、はい、ということで、はい、今週もバナナ TV